市民の皆様、日本共産党には決して耳を傾けてはいけません。この日本共産党はかつて警察官を殺害し、数々の暴力事件を起こし、現在も公安調査庁からの監視を受けているテロリスト政党を日本共産党であります。日本共産党の目的は武力による共産主義革命を起こすこと、そのために資本主義国である日本を壊す計画をし、過激な暴動を繰り返してまいりました。当然国民から非難を受け、戦後に開かれた衆議院選挙では全員が落選、すべての国民からの支持をなくしました。表向きの暴力行為は消えてまいりましたが、創設当初の日本を内側から弱体化させるという DNA は引き継がれ、現在に至っております。伊勢崎市民の皆様、繰り返しにはなりますが、日本共産党には決して耳を傾けないでください。